こちらがマンドウ、練り供養になります。ですね、私どもえ私どもあの雑司ヶ谷のお屋敷をやっております団体は、校舎と呼びます。一つの校という形なんですけれども、それがですね、今私がおります連合会加盟している校舎が、21校舎ございます。でみんな今日それぞれ自分の校舎の斑点を着ているんですけれども、違った斑点が見えると思います。先ほどのお話したんですけど、これがマンドウと言いまして、このマンドウを奉納するっていうのが一つのマンドウ行列の目的になります。で、今このマンドウの、これ柳っていうんです、呼んでるんですけれども、柳の数が4の倍数、中の反応が六角形っていうのが多いですね。で、まといの方が、何人かいますけれども、まといが始まあのお屋敷で加わるようになったのは明治時代からと言われております。でお屋敷そのものは、江戸の中後期になるのかなぐらいから江戸時代からやってるんですね、やっております。はい、それで一人で持ってるんですけど大変重そうなんですが、あの大きなのは何キロぐらいあるんですか。測ったことないんですけれども、3、40キロありそう。いや、そんなにはないです。あ、そうですか。多分20キロぐらいではないかなと思うんですが、それでもあの18日の日はその池袋の東口から出てぐるっと千歳橋まで行って回り込んで岸本陣まで来ますよね。結構な距離ですよね。てか今日持ってきたマンドウは、はい、遠征用のマンドウなんで。あ、そうなんですか。小型のマンドウなんです。だから本当のマンドウはこの 1.5 倍ぐらい。あ、もっと大きいんだ。ええ、あ、そうですか。で花の数が今16、柳の数が16なんですけれども、1列16、はい、いや、そうじゃなくて16本、16本あこれが16本なんですが、だいたい24本ぐらい。あ、もっと多いんですか。ええ、ありますので、多分重量がかなり重くなりますね。なるほど。ですから、はい、最低でも4人5人いないと、はい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 、持てない。あ、順繰りに順繰りにやってくるわけですね。はい、はあ、なるほど。それで岸母神のに参加する校は 何組っていうかいくつぐらい。今年は、地元の校舎が24、はいはい、遠征の校舎が24、50近いか。そうですね、48。そんなにあるんですか。はい、だから7時ぐらいに出発してでしたよね、確かね。そうですね、大きな道を、通過するのが最後は11時っていうふうに警察から言われてますんでそれまでに間に合わせなきゃいけないんだ。警察がずっとつきっきりで、まあ最近の祭りみんなそうですけど片側通行しか車通れませんからね。だからもう結構もう警察が厳しくこうチェックしていました。小さな子供たちがやってますね、これまた。まあ小学生の低学年でモテるぐらいをちょっと試しに作ってみたんですよね、子供用。一、回持ってみれば、はい、大人のマンドを持ってみたいっていうふうに思うかなと思いまして、はい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 、作りました。3日間あるんですけども16、はい、これなんか配ってるそうです。お屋敷新聞というのがあるそうですから、これに細かいかといろいろ書いてあるんですが、16、17、18と3日間やるんですよ。はい、16、17。これは、ルートが違ったりするわけですか。それはちょっと16日はそれぞれの校で町内回り、町内を回って、17日は五穀寺の方から出ます。岸本陣まで五穀寺のあたりから出る。ああ、そうですか。で最終日は池袋の東口の駅前、はい、西武デパートの前からずっと2キロほど歩いて岸本陣まで行きます。今のやってくださった曲ともう一曲なんて、はい、今入場で使った、はい、あのリズムが源太というリズムなんですけれども、はい、もう一つ三つ太鼓っていうのがありまして、はい、それを、今からじゃあちょっとご披露いたします。お願いします。はい、じゃあ三つ太鼓お願いします。
はい、もう一個お願いします。じゃあ、先ほどの三つ太鼓とは違って元太っていうリズムをやりたいと思います。違いが多分分かんないかもしれないですけど、よろしくお願いします。
い、どうもありがとうございました。